はい、冒頭からちょっと入れさせていただきますが、動画の最初の挨拶でね、今更聞けないシリーズ10と言ってますけど、11の間違いです。ここで訂正入れさせていただきます。こんにちは、トコチャンネルです。今日は、今更聞けないシリーズの多分11かな?自分でも分かってない。今更聞けない、11じゃない、10。今更聞けないシリーズ10をしていきたいと思います。今日はね、何をしたいかっていうと、蛇腹。まあ、蛇腹の作り方は、さすがに、知ってる?まあ、知らない場合は、蛇腹ファイルの作り方というファイル作りの方で、再生リストを作ってますので、そちらをご覧になってください。で、今回したいのは、蛇腹に使う、ワックスペーパーと、もう切っちゃったんですけど、クッキングシート。今はね、ワックスペーパーしか買わないんですけど、最初これ、本当にね、紙物買い始めた時に、クッキングシート、ワックスペーパーが、くっつかない。なんて言えばいいのかな。両面テープとか、ペタペタくっつかん、紙みたいにくっつかない。っていうこと、特にマステなんでね。例えば両面テープちょっと5ミリなんですけど、こんな感じ。貼っても、こんな感じ。取れちゃうんですよね。で、裏だと、これはワックスペーパーなんですけど、裏だと、まだ、ちょっとは、何にも粘着ないわ。こう、貼って、例えば、こうヘラでね、しっかり擦ってあげると、ちょっと強くなります。でも、まあ、今、取れたみたいに、簡単に取れます。で、まあ、でもワックスペーパーは最悪で、今みたいにこうちょっと擦ってやれば、蛇腹の形にはできるんですけど、もうこっちクッキングシートなんて、もう、はい、全然もうくっつく気もない。くっつく気もない。はい。こんな感じね。全くくっつこうとしてくれません。はい。はい、こんな感じね。これ、マステになったらどうなるのって話ですよね。まあ、知ってる人はもちろん知ってると思うんですけど、まあ、今更聞けないなんで、そういうレベルの話をしてます。はい、マステになったら、あ、こっちまだくっつくね。こっちはもう、こんなね、ペラペラ。これまだくっつく方なのかな?こっちはもう、クッキングシートに関してはもう、くっつく気がない。こっちはまだちょっと今ね、やってみたら、これ MT のマステなんですけど、ちょっとくっつく気はある。なんで、まあ、こっちだったら、まあ、もしかしたら何もしなくてもうまくいくかもしれないんですけど、まあ、今回ね、何も知らずに買った時代の、クッキング、クリスマスクッキングシートがずーっと これで多分3年目放置だったんで、使おうと思います。まあ、今回はこっち使わないんで、ちょっと、どけどけます。で、これを使いたいんですが、まあ今言ったみたいにくっつかない。とにかく。ね、両面テープを回しても。なんでかって、まあコーティングしてあるから決まってますよね。なので、噛みやすい。削っていきたいと思います。あ、これね、ちなみにクッキングシート長いんで、めちゃくちゃ。さっきのワックスペーパーみたいにカットされてないんで、幅は25センチだったんで、半分に切って12.5にしたんですけど、高さをね、10センチにしたかったんで、10センチごとに折って、ちょっとここ、くっつけるっていうか、このマステでこうやってする手間が省ける。ここちょっと切ればいいだけなんで、あ、もちろん、裏面はくっつけますけど、まあ、それを今からやっていきたいと思います。まずこうビラーンと伸ばして、まずは、両面テープつけるところ。今回はね、こう T 字で、こういう風につけていきたいと思うんで、T 字でね、つけるであろうところをね、こう、ヤスリで、あー、ちょっと待って。これ、ね、粉が出るんですよ、めちゃくちゃ。
なんでちょっとなんかね、紙引いて、で、こう、チーズでね、つけたいなって思うと、この、何らかしらのコーティング。まあ、ワックスペーパーみたいになんかコーティングしてあるんだと思うんですけど、それを剥がします。紙やすりね、しっかりこうやって作って、何らかのコーティングがしてある。まあ、今回ね、ファイル自体がちっちゃい、ちっちゃいね。ちっちゃいんで、ロの字じゃなく T 字でいきます。なんで T 字の部分だけ削っていきたいと思います。もうね、これ真っ白ついてくるから、場所変えながらね、変えながら落としながら、っていう風にね。で、まあ、ここはそこになるんで何もしません。で、ここもね、両方っていうか、こう、またいです。これは、上になる部分。またいでちょっと削ります。両方にね、両面テープくっついてほしいんでね。でもこういう白い粉がつくからたまよって、払ってやるんですけど、落ちない。まあね、削るとこなくなったら新しい、ペーパーやすりね、出せばいいだけのことなんで、とりあえずつけそうなところにね、T 字で、そこら辺、よいしょ。これだけでもね、だいぶ変わります。はい。くっつかないよって言ってたのが、ちょっとくっつくようになります。まあ、こういう感じでね、とりあえず削っていきたいと思います。トコチャンネル。でね、続きましてですか。T 字のとこは削ったんで、今度ね、両端マステをね、貼る部分、こっちとこっちね、今削ってます。削ってるとこずっと見せてても、時間もったいないかなと思って、ちょっと一旦中断させて、また削ってるとこ見せるだけなんですけど、まあ、一応 T 字の部分と、もうね、こんな風に白くなっちゃうんですよね。T 字の部分と、両脇、削っていきます。確かにね、これ、ワックスペーパーでするのも、こういうね、クッキングシート使われる方も、手間だとは確かに思うんですけど、まあ、それでね、ちゃんとくっついててくれるなら、ね、クオリティ上がることですし、まあ、手間ですけど、使いたい方でね、使いづらいって言われる方は、こういうペーパー、ヤスリ、使われてみてはどうでしょうか。結構ね、A4 サイズぐらいで100円もしないぐらいに売ってるんで、このサイズだと何回使えるのっていうぐらい、コスパはいいんで、これちょっと溶けますね。ゴミ箱が開いてない。っていう感じでね、こういうふうにね、クッキングシート乗ってるので、全部一応削れました。で、じゃあ順番にやっていきたいと思うんですが、ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。今ちょっと折りたたもうとしてるんですけど、ちゃんと折りたためない。どこ折り目。折り目がわからない。ここ?ここだね。ここだね。何しようとしてるかというと、真ん中がわかんないんで、とりあえず折ってね。折って真ん中印つけようと思って。よいしょ。大体でいいね。いい。
で、まあ、印つけたら、まあ、大体真ん中わかるんで、足りるかな。5mm はね、まあ、適当です。はい。大体3分の1ぐらい貼りたいなぐらいの感覚。で、センチは測ってません。このぐらいかなっていうところら辺で、ピッと。で、T 字にするんでね。さっきの真ん中の折れ線わかる？わかんないな。真ん中ら辺ぐらいに、T 字ね。下までは貼らないよって。で、次のね。先に切る。これもね、また同じぐらい、3分の1ぐらいかなっていうところらへんで、でもその真ん中あたりも、この辺はそんなに精密にしなくても、ちゃんと蛇腹になるんで心配しなくていいです。え、そんなんでいいの？って言われる方いるかもしれないけど、バラバラの時はもっとちゃんと測ったりするっていうかしますけど、もうこれ、測るの大変じゃないですか、正直。なんでね、おおよその感じでやってます。あ、貼るのはもう一個置きで全然大丈夫です。で、このぐらいかなっていうところぐらいから。このままかな。さっきのペッて剥がれるのとだいぶ違うでしょ。これでも剥がれやすいのはもちろん剥がれやすいんで、雑には扱えないっていうか、後でちゃんと押さえますけど、で最後、ね、反対側にも T 字ね。この辺かなっていうところで、よいしょ。よいしょ。この辺かなっていうところら辺で、よいしょ。このままかな。あ、この端は、蛇腹ファイルの本体に、蛇腹にする本体に貼り付けるためのね、両面テープです。はい。一応ね、今回はね、こういう画用紙にね、貼り付けようと思ってるんで、それのね、この画用紙の、こっちとこっちに貼るための T です。端っぽの T です。で、これやったら、一応ね、しっかり押さえるっていうのはやっといた方がいいです。これはね、つきやすくなって、さっきまで全然つかなかったのが、つくようにはなったけど、かといって普通の紙みたいに、剥がれにくいかっていうと、そういうことはないんでね。多分、剥がしたらスッて剥がれるぐらい剥がしやすいと思うんで、念のためね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ね。よいしょ、やっといて、で、折り目がね、これね、ちょっと分かりにくいから、しっかりつけといて、で、両面ね、簡単に剥がれるんで。あ、簡単じゃないよ。ちゃんとくっついてたよ。簡単にって、嘘でちゃった。ね、ちゃんとくっついてくれるんで、剥がして、あ、これなんだっけ、クッキングシートだから、蛇腹の作り方あんまり参考にしないでくださいね。勝手にやってる、自分勝手にっていうか、自分流にやってるだけなんで、普通はね、一つのポケットごとに、なんていうか、紙が離れてるはずなんで、
ここでね、切れてるはずなんで、要は、こういうね、こういう紙単位で外れてるはずなんで、私の場合ね、つなげちゃったんで、ここにマステ貼るのが大変だなっていうのと、まあ、貼りたくないなっていうのと、で、それでね、私の場合はちょっと、つなげたまま作ってるんで、これはあまり参考にされないでください。ポイントは、ヤスリをかけるです。どこかっていうと、ヤスリをかけるがポイントです。ずれたね。よいしょ。ヤスリをね、ワックスペーパー、クッキングシート使いたい方ね、ペーパーヤスリ利用されるといいんではないかっていう提案の動画です。まあね、クッキングシート使って作ろうって言われてるか、思われてる方に、これね、真似されてもいいんではないかと思いますけど。で、くっついたら、ちょっとね、こっちは押さえとこうかなっていう感じで押さえといて、よいしょ。このままだと、ここ貼っても蛇腹にならないんで、よいしょ、カッターナイフでね、この、つながってるここ、切ってきます。これね、勝手に両面テープついてるところで止まりますんで、普通にスーッて切っていけばいいです。止まるんでね。反対もね、反対も同じようにね。急に無言になるけどね。真面目にやってるときね、無言になります。だから、ベラベラ喋ってるとじゃあ真面目じゃないかって言われると、そういうわけではないんですけどね。はい。これでね、蛇腹になります。で、次やりたいのが、横のね、マステ貼り貼り。横はね、マステ貼らないと、袋状にならないんで、どこかわからない。あった。ということで、やってきまーす。ちょっと押さえる。なんか長さが違う。ちょっとあなた離れて。長さが違うと、それはそれで、非常に困る。端なんで直せるんでね、折り目を変えちゃえばいいだけのことなんで、ちょっと端合わせます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こんなもんかな。で、まぁ、ちょっと1センチぐらい出して、切ります。で、ここね、ここに。よいしょ。よいしょ。で、上は、裂けてこないようにね。折り曲げますけど、この中は、ちなみになんだっけ、ヤスリかけてないんでね、ゲットされてください。よいしょ。ね。ちょっとこれ邪魔だから押さえて、次行きましょう、次。だいたいいいね。よいしょ。
もうちょっと何入れたかな、こんなもんかな。シワが入った、嫌だ。この地味な作業を繰り返していきます。ね、ここヤスリかけてるから、あのマステね、さっきまで全然ついてくれなかったマステがちゃんとねついてくれます。まあね、接着力が強いかって言われたらそうではないけど、物入れて蛇腹にする分には十分かなと思います。違うよ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 、こっち向きだよ、うん、そこに春向きがあるのね、はみ出さなきゃいけないから、こっちが入り口にしないとね。あう。ねえ、じゃあ、ちゃんと強くくっつくわけじゃないから、そこだけはほんとね、気をつけながら。まあ、かといってね、あの、押すだけファイルの蛇腹をね、強引にピーってやったら破けると思うんでね。そこまでハードに扱う人はいないと思うんです。私が昔、あの、お裾分けファイルいただいたときに、あの、蛇腹の仕組みがわかんなく、仕組みがわかんないって言ったわけじゃないけど、ちょっと仕掛けっぽくなってて、ビリってやっちゃったことありますけど、あれ、これ、蛇腹じゃなくて横から開くのと思って、あ、ここはね、折り曲げるのね。あの、やっちゃって、ビリってやったことはありますけど、そういうね、バカなことしない限り、破くことはないんで。あ、もちろん直しましたよ。せっかくいただいたお裾分けファイルなんでね。自分で壊しちゃったんで自分で直しましたけど。いいよ。で、ここ1センチ。余分にと。よいしょ。よいしょっと。よいしょ、反対側にね。折り曲げて。で、ギリギリのところで開いて、で、中に折り曲げると。そうするとね、ここの裂けるのが防げるっていうのを反対側もしていきたいと思います。トコチャンネル、はい、ということでね、両方マスター貼ったら蛇腹になりました。ここね、ちょっと不安じゃないのって言われる方いると思うんですけど、一応ね、両面テープくっついてるんで、裂けてくってことはないと思う。まあ、ついてないとこまでは裂けるかもしれないけど、まあ、ビーって、こう、思いっきりビーって引っ張らなければ、普通にこうやって開く分には、開けるようにね、ここ、十分開くようにしてあるんで、これをね、このぐらいにしちゃうと、ビリっていくかもしれないんですけど、ここのね、幅を狭くすればするほどこれが開きやすくなるんで、まあ破れることはないと思います。破ろうとしたら別ですよ。で、あれ、どこ行った？たまにね、物をなくすんですよね。まあ、いいや。まあ、あの、これね、蛇腹まだ、あの、全然、蛇腹つけるっていうだけのことをするだけなんですけど、あとはもうね、これ、TG どうつけるのって言われる方いるかどうか、わかるかどうか、わかってるとは思う方の方が多いと思うんですけど、5ミリのマチ取ってるのと、上1センチかな。約1センチ近くの、これ何センチ？これが10センチなんで、ここ11センチにしてるんで、約ね、1センチ近くのマチ取ってるんで、で、幅はもう、横幅1センチの余裕を取ったんで、5ミリずつ。まあ、ギリギリにしたらね、どうかなと思ったんで、なんでね、これをね、つけていきたいと思います。一応、蛇腹の形にしてね、終わりたいかなと思うんでね。なんで、もう本当に、
幅、下ギリギリじゃなくて、ちょっと開けてね。で、横幅いいかなって見て、あとはもう横幅ね、このまま。いっちゃえっていう、いっちゃえっていう感じで。で、ここね、くっつけたところ、しっかりね、しっかり押さえてもらって、で、今度反対側。これちなみに、クリスマスファイル用の蛇腹なんで、クリスマス柄なんですけど、しかも赤。赤と緑で作る予定なんですけど、とりあえず今ね、赤で、やってますけど。でね、これ5ミリまた、幅取ってるんで、ここがね、垂直になるようにして、垂直になるようにして、あと横幅ね、ずれてないの確認して、でもあとはね、ずれてないねっていうのを確認して垂直になってるねと思ったら、もうあとはピッと押さえるだけ。もうくっつくんで、こっちもね。ちなみにこっちは、10.5 にしてあるんで、ちょっと上げてるんで、5ミリの幅はないけど、はみ出すことはないと思います。これで、ね、一応蛇腹できましたという形になります。まあもちろんここから加工はしますけど、まあこういう形でね。なります。はい。ということでね、ワックスペーパー、クッキングシートで、蛇腹ってどう作るのっていう動画を、ごめんなさい。ごめんなさい。くしゃみが出た。はい、撮ってみました。はい、以上になります。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。